31日でございますよ、金川さん、はい、どうしても伝えこと、あ、噛んじゃったどうしても伝えたいことがある。はい、何ですか。もうこのね、3月31日でどうしても伝えたいことがあるんですよ。それは、はい、それはですよ、年度末だなってことですね年度末なんですよ。そうですね、はい、あの、まあ、うちの法人っていろいろ節目が多くてですね、うん、まずは決算は4月末じゃん、はい、でも年度始めは4月で、そうですね、で、事業所の、まあ、営業スタートが8月1日、うん、法人設立は6月、あ、順番で追っていこう、年度始め、はい、4月末で決算、はい、6月6日に法人設立、はい、8月1日事業スタート、はい、で12月年末、はい、1月年始、そして、年度末が3月っていうね、はい、まあ、いろいろ節目があるんですけど、はい、でもなんかこう3月31日ってなんか戦地になっちゃうの。お別れなんだろうね、わかんないんですけどね、はい、なんでどうしても伝えたいなって思ったのは、3月31日はなんとなく戦地になっちゃうってことをみんなに伝えたかったこれ、はい、暴動起きるかな、いや大丈夫かな、大丈夫です、はい、っていうことなんですね、はいはい、で、まあ本当にやっぱ1年間っていうとなんとなくやっぱ4月から3月っていうのがあって、うん、まあ、本当にあの無我夢中で走り抜けた1年だったなっていうふうに思いますし、また4月からほら新しい事業がスタートするじゃないですか。そうですね、あの、見た、見ました、めっちゃかっこいいでしょ、めっちゃおしゃれになってました。そうなんですよ、で本当は明日からだったのに、はい、まあいろいろ後手後手に回ってですね、多分4月の中旬ぐらいから、まあ4月にスタートするのは間違いないですけどね、はい、で、まあ、あの明日あたりその辺またそうですね、あのゆっくり伝えたいなと思います、はい、というわけで3月31日、まあ本当に何だろうな、生きているもの全ての、なんだ、皆さん、地球上の皆さん、はい、まあ、とりあえず1年間お疲れ様でございました。お疲れ様でした、はい、というわけで4月からもツガチューバー頑張りますんで、皆さん応援ボタン、あ、応援ボタンじゃない、何あれグッドボタンと登録ボタンよろしくお願いいたします。お願いします。はい、1年間お疲れ様でした。さよなら。